どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク。第22回占領戦が終了したので、って言ってもまあ遅くなってしまったんですが、今回も例のごとく、チケットの方を引いてい、こうかなと思います。では行きましょう。もうサクサク行きましょう。まあ、大体引き尽くしたと思うんで、御三家ももう、熟練の 100% のフル強化状態、3体ともなってるんでね。チケットだけでできたな、100% に。余裕だったな。もうね、3人を、どっかね、使ってあげようかなと思ってるんで、まあ、あの3人というのはあれですよ。この東京グールリ・インボークが始まって、最初の SSR3 体、はい、実装されていたあの3人です。カネキですね。カネキと、アヤトと、ヤモリ。あの3体を使ってあげようかなと思います。まあ、覚醒キャラのアヤトは本当強かったですね、初期。強襲とかで強かったのはまあ金木のイメージがあったかな。全体攻撃だったような気がするから、まあなんとなく金木が強かったような気がするんですけど、ヤモリはヤモリはブレイカーだったのかな、属性的に言うと。え、懐かしいね、ブレイカーとかいう響きもうこのゲームって正直ブレイカーゲーだったから、あのリニューアル前、もうブレイカーのアリマね、あの映画アリマかな、あれがぶっ壊れのブレイカーだったのかな。あと銃像も結構ゴリゴリ押せるブレイカーだったのかな、フェスゲンの銃像。懐かしいね、ブレイカーゲーとか。チケットなんかあんまあれだな、美味しくないな、今回。ひなみが出たぐらい。RE のひなみも 100% になってるんだよね、多分。まだまだ、その、1回しか使ってあげれてないキャラクターとかいっぱいいるんでね、使ってあげたかったんですけど。もっと特攻がかかってくれればね、使いやすいんですけどね、毎回そのガシャでピックアップされているやつらが特攻にかかったり、まあその時誕生日、うまいことその占領戦期間中に誕生日かぶってたりとかしてたり、したキャラじゃないと特攻がかからないんで、まあ一回特攻かかったらもう次からなかなかかかりませんよみたいな。まあ特攻キャラが欲しいならガシャを引きなさいみたいなね、まあそういう感じだったんですけど。さて、アモンさんですね。これ、あれ、河川敷アモンかな。はい、というわけで、とりあえず、地形ガシャ、プレイヤブルの方は、終了ですね。派遣引いていきましょう。もう、ボックスパンパンなんですよね、正直。まあ、いつもここカットしてるけど、別にもうカットしなくてもいいかと思い出した。別にいいでしょ、カットしなくても。もう、あ、そう、あのね、俺、思ってるのがね、どっかでね、ボックス紹介しようかなと思って。あんまボックス紹介面白くないかもしれないけど、どっかでボックス紹介したいな。すげえ数だ。こうやってね、いつも売ってるんですけど、まあみんなも売ってると思うけどさ、 RC ポイントあぶれない。 RC ポイントが多分今60、あれ何これ、あ、これ以上選択できない感じ。あ、100体か、100体までしか選択できないんだ。へえ、なんかどっかでボックス紹介をしようと思ってるんだけど、最後の最後ぐらいでしてもいいかなと思ってます。さあ引いていきますか。あー、フレンドじゃねえ。新しいキャラがさ、ガシャで来るのかな、ちょっとそれが気になるんだよね。ここでまだ来る。サービス終了が決定してって、新しいキャラとか出してくんのかな。まあでももう本当にね、グールアモンが出たってことはさ、しかも、あれだし、ドナート戦のとこだし。ドナート戦のとこなのかな？いや、ドナート戦のとこか。そうか、どっちかわかんねえのはあれだ、ヨモだ。そう。ありませんなのか、歌せんなのか、どっちかわかんないのがヨモだったな。まあもうほとんど最終巻まで来てるから、もう最後の最後であの二人が実装されて終わるような気もするけど。惜しいな。さて、最後の、あ、最後の占領戦じゃないのかな。2週間やって、1週間休んで、2週間？それじゃあ11月26日に会わないか。3週間の2週間だ。うん、会わねえな。
3週間休んで、3週間占領戦やって1週間間開けて3週間やるのかな。そういう感じか。3週間占領戦、1週間休憩の後、3週間占領戦か。いやー、3週間占領戦長くてさ、ほんと長くて、もうそこで一気になんかあれだよね、あ、もういいやって人離れていきそうな気がするんだけど。てかもうだいぶこのゲームサービス終了っていうのを出してから結構人離れてると思うけど、まあ僕は一応最後までやりますよ。見届けるこいつの死を。グルカルの時はなんかもう、あの時何してたんだろう俺。あ、グルカルの時はもうちょうど社会人だったのかな。社会人なりたてほやほやだったんですよね。そう、俺の学生時代が終わるとともに、インボケじゃないわ、グルカルが終わって、社会人ほやほやだって、グルカルの死に目に立ち会えなかったんですよそう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 、静かに消えていったわやつは。まあいつかね、終わりは来るからさ、仕方ないんちゃ仕方ないんだけど、まあ俺はあのコルティグジスト本当に楽しみにしてるから、まあそこまでちょっと休憩かな。動画とかはもしかしたらなんかちょろっとあげるかもしれないけど。あ、っていうか待って、あ、インボケの動画あげてるわ。だってコルティグジスト発売14でしょ、でこのゲーム終わるの26でしょ。あ、全然あげてるじゃん1ヶ月ぐらい空くかなと思ったけど、そうだ、全然かぶってるわ。コールトゥイグジストが発売された後にこれが終了だ。ってことは俺が休憩する暇はまだまだないな。はい、というわけで、あ、全然画面見てなかったんだけど俺喋ることに夢中で全然画面見てなかったんですけど、はい、というわけで今回は第22回、まあ、あの前回のこのなんかチケット消化動画でさ、第22回占領戦終わりましたとか言ってたけど、あれが第21回で今回が第22回ですね。なんで、まあ、サービス終了するときの占領戦は24か5ぐらいになりそうかな、24号ぐらいになりそうみたいな感じですね。まあ、今回で終わりはないよね、さすがに。今回3週間やっても、だってね、10月の半ばぐらいに終わって、そこから1週間休んで、11月の頭からまた占領戦できるわけだから、そこから3週間占領戦すれば、ちょうどサービス終了前の3日4日前になると思うからさ、多分、あと2回ぐらいはやって、第24回ぐらいの占領戦が最後かな。最後はどっちが勝つのかな。ちょっと。気になるところであるんですけど、ちょっとね、僕の陣営勝ってほしいですね。やっぱ最後は勝利で締めくくりたいよね。うん。というわけで、お疲れ様でした。